ダムカマスです。今日は前回やったプレゼント企画の抽選当選者発表をしていきたいと思います。抽選方法はプレゼント動画でも説明した通り、こちら X スピードフロープラスをもうサイズをランダムで買っているので、コメントしてもらったサイズと合った人の中からルーレットで抽選していきたいと思います。今回応募条件が何個かあったんですが、残念ながらその条件を満たしてない人がいたので、今回その方は省いて抽選をしていきたいと思います。挑戦した人には応募コメントに返信しますので、そこからインスタかツイッターかの DM で連絡できたらいいかなと思います。ただ期限として応募コメントに自分が返信してから3日経過後も連絡がない場合は他の方に譲りたいと思うので、その繰り上げ当選者も一緒に決めていきたいと思います。そして今回買ったこちら X スピードフロープラスのサイズが27センチということで、18名の方が応募してくれたので、18名を3ブロック、6名、6名、6名にコメントしてくれた順に振り分けて、各ブロック2名ずつの計6名で最終ブロック抽選をやっていきたいと思います。ではコメントしてくれた順に第1ブロックから抽選していきたいと思います。ではまず第1ブロック2名決めていきたいと思います。第1ブロック1人目はこの方です。では2人目を決めていきたいと思います。では第1ブロックからはこの2名の方が最終ブロックに進みます。では第2ブロック決めていきたいと思います。第2ブロック1人目はこの方です。第2ブロック1人目はこの方です。では2人目を決めていきたいと思います。では第2ブロックからはこの2名の方が最終ブロックに進みます。では第3ブロック2名決めていきます。第3ブロック1人目はこの方です。では2人目を決めていきます。第3ブロックからはこの2名の方が最終ブロックに進みます。では最終ブロック進出者6名の中からこちら X スピードフロープラスの当選者を決めていきます。ではいきます。X スピードフロープラス当選者はこの方になります。今の方から連絡がなかった場合に備えて、繰り上げ当選者も一緒に決めていきたいと思います。繰り上げ当選者はこの方です。繰り上げ当選者はこの方です。当選されたサンタモニカサンタさんには、応募コメントに自分が返信しますので、ここからインスタかツイッターかの DM で、やり取りできたらいいかなと思います。そして先ほども言いましたが、期限として自分が応募コメントに返信してから3日経過後も応答がない場合は、繰り上げ当選という形で、当選者として、同じようにやり取りできたらいいかなと思います。今回はこちら X スピードフロープラスが、プレゼントになりましたが、今後もプレゼント企画はやっていきたいと思うので、欲しいスパイクだったりサッカー用品だったりをコメントなどで教えてくれたらありがたいかなと思います。